トウモロコシのパンケーキ、一番上手に作れる得意料理だけど、今年はもっと新しい何かを作れるようになりたいな。いつも同じものばかりだと団長も飽きちゃうと思うし。とりあえずいっぱい作れるようにトウモロコシ粉をたくさん準備しておこうっと。鳥の体すっげえ綺麗な色してんな。なんて名前の鳥だろう。あそこにもかっけえ鳥が飛んでる。待ってよ、日向ぼっこ気持ちよかったのに。あ、なんだあれ、でっけえ鳥がヨロヨロ飛んできてる。この袋って確かメリッサベルさんの伝書袋のビアンコだな。おいビアンコ、お前も大丈夫か？大丈夫？遠くから来たから疲れちゃったのかな。動けないみたい。まさか怪我しちゃったとか？どれどれ。もう怪我はないみたいだな。ったく焦ったぜ。それならよかった。けどアレク兄ちゃん見てよ、荷物がすごい散らばっちゃってる。うげ、仕方ね。メリッサベルさんのところに運ぼうぜ。スイル、お前も手伝ってくれ。うん、わかった。すごい音がしたけど。ああ、やっちゃった。おい、大丈夫か？あ、アレクとスイールだ。こんにちは。こんにちは。あって、そんなのんきに挨拶してていいの？え？あ、そっか。粉だらけで気になっちゃうよね。ちょっと待ってね。ふぅ。それで厨房までどうしたの？私に何かご用？メリッサベルさん宛ての荷物を届けに来たんだ。ビアンコが甲板に豪快に荷物を撒き散らかしちまって、俺たちで集めて持ってきたんだ。そうだったんだ。迷惑かけちゃってごめんね。これくらい別に何でもないよ。ちょうど甲板にいたのが俺らでさ、そいつも怪我がなくてよかったぜ。とっても助かった。
アレクもスイールもどうもありがとう。君も重たい荷物を運んでくれたんだね。ご苦労様。ねえねえ、二人ともトウモロコシは好き？もしよかったら食べていかない？え、いいのか？うん、ぜひ。わーい！食べたい！それじゃあすぐに用意するから、そこに座って待っててね。ところで何を作ってたんだ？さっきは大変そうだったけどさ。そろそろバレンタインが近いでしょ。団長やみんなに贈るものは何がいいかなって考えてて、いつものパンケーキじゃない何か新しいものを作りたくて、いろいろ試作しようとしてたところなの。へえ、どんな料理を作ったの？お菓子作りに使うトウモロコシの粉はたくさん作ったかな。菓子は？それがまだ考えすぎちゃって、どうすればいいかわからなくなっちゃったというか。なんなら俺たちもお菓子作り手伝ってやろうか？困ってるみたいだし、何かできることがあるなら俺たちも協力する。いいの？ま、乗りかかった船ってやつだぜ。ビアンコもあんたもなんか放っておけないし。わあ、それすっごく助かる。それじゃあ味見役をお願いできるかな？やったー！味見役なんて最高だよ！作る方はやらなくていいのか？いつもお世話になってるみんなに送りたいから、作るのは自分で頑張りたいなって。なるほどな、そういうことなら任せろ。でもまだ何もできてないんだよね。うん、いくつか試作をしてみるから、明日のお昼くらいにまたここに来てくれる？うん、わかった。それじゃ、また明日な。ありがとう。それじゃあよろしくお願いします。ちわー、アレク、スイール、時間ぴったりだね。ん？あ、メリッサベルさん、髪結んでるの珍しいね。うん、お料理するときにちょっぴり邪魔だなと思ってまとめてみたの。へえ、いいと思う。似合うね。そうかな。ありがとう。あれ、アレク兄ちゃん顔が赤いよ。は？ばっか！別に赤くなんてなってねえし。あんたまでなんで笑ってんだよ。え？あ、ついアレクが可愛いなと思って。俺は男だぞ、可愛いわけあるか。あ、そうだよね、ごめんね。別に、分かったならいいけど。ねえねえ、メリッサベルさん、すっごくいい匂いがするね。お菓子はたくさんできた？もちろん。
こっちに用意してあるの。それじゃあ早速お手伝いしてもらおうかな。わーい、任せろ。そんなに変わらない気もする。確かに味も食感も似てるかも。あ、もちろんどれもすっごく美味しいよ。メリッサベルさんが言う新しいお菓子っていう意味では新しさはないかもしれないよな。あ、確かに。そっか、味と食感か。食感を変えるなら調理法から変えないとかも。解決しそう？うん、いろいろ試してみる。出来上がったらまた持ってくるね。おい、待ってるぜ。料理頑張ってね。楽しみに待ってる。ありがとう。食感を変えるには、そうだな、トウモロコシ粉を混ぜた生地を薄く伸ばして釜で焼いてみようかな。あとはこれにチョコをつけて。見た目は悪くないね。じゃん。へえ、うまそうじゃん。ねえ、すっごく美味しそう。早速食べてみてくれる？任せろ。いただきます。どうかな？お、おいしい！って、アレク兄ちゃんはおいしくない？いや、もちろんうまくないわけじゃないけど。アレク、気を使わなくて大丈夫だよ。正直な感想を聞かせてくれる？それじゃあ言うけど、万人受けはしないと思う。どうして？コーンチップがご飯みたいだろ？それに甘いチョコがついてるとなんか妙な感じというか。あ、そっか。甘いご飯は確かに好き嫌いが分かれそう。そう？俺は好きだけどな。甘くてしょっぱくて二度おいしい。ありがとう、スイール。アレクもありがとう。また別のものを考えてみるね。うん、メリッサベルさん料理上手だからきっとうまくいくよ。まあ、次も楽しみに待ってるからな。ありがとう。嬉しいこと言う。でも今日はここまでにするね。いっぱい食べてもらっちゃったし、これ以上食べたら夜ご飯食べられなくなっちゃうもんね。へへん、俺はまだまだ食べられるけどね。俺もだ。あ、でもま、明日もあるってんならそれでもいいけど。うん、明日もお願いしたいな。またよろしくね。
アレクとスイールがいてくれて助かったな。私一人じゃなかなか進められなかったし、意見をもらえるって大事だ。二人には何か特別な贈り物を用意しないとね。そういえば昨日届いた荷物の中にポップン紙の粒があったはず。あ、そうだ、膨らませればいいんだ。これにチョコをつけて。わあ、おいしい。これならアレクもスイールも団長も喜んでくれるかも。アレク、スイール、これ食べてみて。お、なんかできたのか？いただきまーす！わーい！いただきまーす！なんだこれ！おいしい！やった。これチョコだよな。サクサクな不思議食感、何個でも食べられる。すごい美味しいよ、メリッサベルさん。喜んでもらえてよかった。こんなのどうやって作ったんだ？実はね、玉きびパフっていう故郷の特産品を参考にしたの。トウモロコシの粉を焼くときに膨らませたものなんだけどね。食べてもらったからわかると思うけど、口当たりが軽くてサクサクしてるのが特徴なの。それにチョコをつけたんだ。名付けてチョコパフ？へえ、そんな面白い食べ物があるなんて。メリッサベルさんの故郷って楽しそう。チョコパフか、これはやばいぜ。俺ももっと食べたい。それじゃあこれが完成で大丈夫そうだね。ああ、間違いないって。団長も気に入る。絶対気に入る。みんな好きになっちゃうと思うよ。こんなお菓子が食べられるなんてすっごく幸せだもん。もう一個。あれ？もうない。あ、悪い！ごめんなさい。ううん、謝ることないよ。そんなに美味しかったなんて嬉しい。材料は残ってる？もともと残り少なかったし、調達しに行こうと思ってたとこ。それなら俺たちでチョコレートに行ってチョコレートを取ってくれ。だからメリッサベルさんは気空艇で待ってて。え？でも、君たちが協力してくれたおかげでチョコパフも作れたんだし、本当気にしないで。いや、そんなんじゃ俺たちの気が済まないって。全部食っちまってなんだけど。協力って言ったって美味しいお菓子食べてただけだしね。だから俺たちにやらせて。そこまで言ってくれるなら、それじゃあお願いしようかな。お、もちろん任せろよな。でも
子供だけで行かせるわけにはいかないから、私も一緒に行くね。え、それじゃ意味ないよ。ガキだって侮るなよ。俺たちだけで大丈夫だって。ダメ、こういう時はお姉さんの言うことを聞いてね。ガキ扱いしやがって。うん、わかったよ。よろしい。それじゃあよろしくね。見てろよ、たくさんチョコ捕まえて絶対見返してやるからな。俺だって役に立ってみせる。いい匂い。そうだね。でも魔物の気配が多いみたいだから気をつけて。危なくなったら私の後ろに隠れてね。うん、俺たちのこと子供扱いしすぎなよ。俺たちだって戦いには慣れてんだぜ。出た。なんだこいつ。うわ、これがチョコレートのせい。うん、それじゃあ二人ともチョコレートの材料を集めよう。してない？大丈夫。うん、はあ、それならよかった。二人のおかげで団長たちに喜んでもらえるお菓子がたくさん作れそう。俺たち何もしてないよな。何もできなかったね。そんなことないよ。本当にどうもありがとう。二人も当日を楽しみにしててね。楽しみにしてるね。
これだけあれば、たくさん作れちゃうね。よし、最後の一踏ん張りだ。頑張ろう。ルリアは赤色のリボン、B は黄色のリボン、団長はピンクが似合うし、ピンクにしよっと。うん、可愛くラッピングできた。団長、お部屋にいるかな？団長、今、いいかな？あのね、団長に贈り物があるの。受け取ってくれると嬉しいな。ハッピーバレンタイン。びっくりした？今年はね、パンケーキじゃないんだよ。アレクとスイールに手伝ってもらって、新しいお菓子を作ってみたの。よかったら、一つ食べてみて。本当？嬉しい。美味しいって言ってもらえるとすごく嬉しい。頑張った甲斐があったな。喜んでもらえてよかった。あ、これを私に？おは、団長からもらえるなんて思ってなかったよ。どうもありがとう。これは後で大事に食べるね。嬉しい気持ちをもらって、チョコレートまでもらえて、私、今すごく幸せ。団長、また来年も美味しいお菓子を渡せるように頑張るね。メリッサベルさん、忙しそうだね。あのチョコパフ、すっげえうまかったしな。でもま、これで俺たちの任務も終了だな。そうだね。味見役楽しかったからちょっと寂しいけど。寂しいのはうまい菓子にありつけなくなったからだろ。そりゃ、それもあるけど。メリッサベルさん優しいし、お手伝いできて楽しかったよ。まあな、俺も楽しかったし。アレクとスイール、ここにいたんだね。二人のおかげでね、団長にもみんなにもすっごく喜んでもらえたんだ。だからこれはそのお礼。軽いな。何が入ってるんだ？開けてみて。何これ？ポップンコーンっていうの。トウモロコシから作るサクサクのお菓子だよ。二人にはとても懐かしい気持ちをもらえたから、たくさんありがとうって伝えたかったの。懐かしい気持ちだって？
リッサベルさん弟がいるんだ。うん、いつもどっちが上かわかんないとか、もっとしっかりしてって言われちゃうんだけど、可愛くてすごく頼りになる弟たちなの。なんだか二人に似てるかも。ま、確かにメリッサベルさんはどっか抜けてるよな。最初粉をかぶっちゃってたもんね。あれにはびっくりしたよな。粉かぶってるのにすっげえ冷静だったし。それは言わないで。なのにすっげえ強いし、あの時は本気でビビったけど。だよね、目に見えない速さで次から次へと魔物をバッタバッタ倒してたし。そんな風に思われてたの？別に悪く言ってるわけじゃないからな。うん、そんなに強いのにすごく優しいし美人だし全然怖くないし。俺もそう言いたかったんだよ。そんなに褒めてくれるならもっとお菓子をあげないとね。それならいくらでも歓迎するぜ。これも、早速これ食べてみてもいい？うん、もちろん。ソルトで軽く味をつけてみたの。甘いものばかりじゃなくてしょっぱいのも欲しいかなって思って。